皆さんこんにちは。こんにちは。今日はですね、またまたインドネシアのスナックの食べ比べっていう企画をやりたいと思います。オーイエーイ。で、今日アンディなんですけど、はじめまして、まあ、YouTube で前回もインドネシア料理一緒に食べに行ったんですけど、今日スナックをね、買ってきてくれて持ってきてくれてるんで、ちょっとまず見てみましょう。じゃあまず1個目、テンペ、まあ、ちょっと大豆系のスナック。そうですね。で、次はガルダのピラス。ピル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 ス。ガルダしてる、ガルダ。そうなの。ハヤブサ。ハヤブサ？そう、ガルダ。そう、ガルダ、インドネシアも。してる、インドネシアの飛行機。そうなそうな。ガルダっては、インドネシアのらしいの、シンボルだから。へえ、あ、そうなんだ。ちょっと覚えてもらえた。これこれこれ、ハヤブサ。これ辛いんじゃないの？辛い。ね。で、次は次が、マルキストアボン。ラサアボンサピ。そう。マルキストラサアボンサピ。何これ？これはなんだっけ、クラッカーですかな。うん、クラッカー。そう、これこの写真のこんな感じなんですよ。おー、なんか乗せるの。そう、アボンサピってなんだっけ、ミンチの牛肉、ドライミンス、牛肉が入ってるらしいなんですよ。で、味に、混ぜて、これ、味ついてる。味ついてるのか。そう、味ついてる。書いてあるのこれ、ビーフ、ビーフ、ビーフの味。そうです、アボンサピはビーフ。はい、じゃあビーフのお砂、クラッカー。これは次、これね、次は怖いこれ次、おかしい色してるよ、これちょっと、なんかせーの、タラララタラー、絶対おかしいでしょ、これ色読んで、ジャンコルクラッカーズケルパ、ケルプクジェンコル、ジェンコル、ケルプジェンコル、ケルプジェンコル、何でしょうか。果たして何でしょうか。色がおかしいのよ。色がおかしい。ジェンコルしてる。まあジェンコルなんだし、ね。何？魚？ジェンコルじゃない。豆？豆。スティンキービンなんですけど、なんだっけ。英語っていうのはジェリンスなんですけど、多分ジェリン豆という、うん、豆なんだ。そうですね。そうですね。これちょっとスティンキーしてる臭い豆です。臭いじゃあ後で、あ、スティンキーね。そう、スティンキーです。タピオカ、うん、書いてあるもん、なんかちょこっと書いてあります。タピオカのなんか粉が使われてるらしい、うん、これ、ネクスト。あ、これはなんかちょっと親しみありそうなやつ。ベンベン、ベンベン、ベンベン、ベンじゃない、ベン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 、バンバンしてる、ベンベン、ベンベン、ベンじゃない、ベン、ベン、そう、ベン、そう、ベンベン、ベンベン、ベンベン。次は、あ、次も分かりやすい、スキン、フィッシュスキンって書いてあるんだけど、フィッシュスキンズ、うん、クリスピース、これなんか美味しそうだね。そうですね、これは魚の皮かな。スキンだね、皮、魚の皮、うん、サバって書いてあるんだけど、サバ、うん、マカレル、これサバ、サバ書いてあるじゃない。バサって、バサバサバサって何、わかんない、わかんない、サバなのかな、これは。まあでもサバっぽいですね。サバっぽいよね。逆に書いてます。そうね、逆か。はい、はい、これはそうだね。そうね。で、飲み物です。お、これは絶対紅茶系でしょ。紅茶系、甘い紅茶でしょこれ知ってる、ね、よくあるやつでしょ海外の。そうかね、甘いお茶でしょ。甘い、ね、甘い、日本のはさ、ストレートじゃん。そうね、そうね、そうね、そう、ノンシュガーだけど、そう、プレスガル入ってる。これ絶対美味しいやつだ。うん、美味しいやつ。ありがとうございます。結構有名です、これは。有名なの？有名、それ有名です。OK、じゃあ食べてく？うん、それは OK、やってこう。食べましょう。オウ！テンペいきます。テンペいきます。テンペ、これも食べよう。じゃあ一緒に食べる。よし、これがテンペ。テンペ、テンペでいただきます。うん、あ、香りがもうね、大豆っていうかあれだね。うん、うん、ソイビンの匂いする。うん、うん、おいしい。うまいね、普通においしい。うん、パリパリだね。うん、パリパリ。うん、なんか優しい味がするね。うん、うん、匂い大丈夫。うん、いいね、オッケー。No problem。 これ、テンペできたらいろんな料理
スグレルでから、テンペゴレンとか、バラドテンペとか、いろいろスグレルけど、これはテンペチップスのスグレル。テンペ。あとでテンペの写真入れたい。オッケー、テンペの写真入れよう。生テンペ。生テンペ。なんか美味しいこれ。ね、美味しいじゃんこれ。なんかこれは、なんか、葉っぱ入ってる。してる、この葉っぱ。なんだろう、スパイスでしょ、多分。そうそうそう。カレーとかに入る。違う、なんだっけ、ハーブ。オレンジかな。オレンジ。オレンジじゃなくて、ライムの葉っぱかな。なんかちょっと、でも香りするね。サリラヤって。で、10点中のは ?10 点中ね。これは結構際どいよ。6点。6点。6点。うん。なんかね、いい。健康に良さそう。ヘルシー。ヘルシーでしょ。もちろんもちろん。でも、これ揚げてるから、そんなに。ディクライ。ディクライ。But, yeah, I failed. So healthy. OK, 次。次。ピルス。ピルスにしよう。ピルス。ピルス、これ、辛いのいっちゃいます。これ出た、これ全部出ちゃいそう。あ、怖いな。こういこう。こういこう。おお、すごいすごいすごい。いただきます。はい、じゃあいただきます。ピルス、2つ目。辛い？ちょっと全然辛くないこれ。本当に？エルニサ人辛いはちょっと強いから。これは全然。多分日本人は辛い。なんか味がスイートチリソースみたいな。そうね、そうね。スイートチリ。エビチリの味と。そう、エビチリの味だから結構みんな好きだと思う。なんか甘辛、甘くて辛い。香りは高い？香り？香り多分書いてあると思う。あ、ちょっと低いかな。あ、カロリーそんな高くない。高くない。内緒、内緒。まあ、お菓子だからね、カロリーはね、多分普通より高いですけど。じゃあ、2つ目、ピルス。10点中は ?10 点中にはこれね、8点。8点、うん、うわ !8点。これ美味しい、普通に。日本で売ってたら買いたい。あ、そう。辛いの俺も好きだ。あ、そうなの。そう、大好き。ちょうどいい辛さです、これ。次はじゃあこっちクラッカー行こうか。マルキスラサアボンサピ。そう、オッケー。クラッカー、これビーフ味ついてる。合ってます。オッケー。そう、インドネシア語ね、発音が難しいからね。でもインドネシア語は日本語より簡単だよ。簡単。あ、そう、知ってる知ってるよ。漢字はないから。漢字ないしね。マジだから過去形もないでしょ。そう、読みやすい。いただきます。オッケー。これを絶対、これ絶対美味しいタイプよ。美味しいやつ。なんか砂糖入ってるみたい。これ砂糖じゃない？砂糖みたいだな、これ。砂糖い甘いのかな。うん、いただきます。うん、砂糖だね、ちょっと。うん、そうね、ちょっと甘じょっぱい。おいしい、これ。おいしい。ほんとに？うん。これは、おいしいわ。プレーンのクラッカースもあるけど、うん、これは、好きなのは、油サビの味なんですよ。おいしい、これ。これ、日本で売れそう。油サビ。うまっ。ただ、カロリーやばいね、これ。ね。そう。これ、多分カロリーすごいよ。うん。そんなにない。匂いないね。うん、匂いは全然ない。うん、普通に美味しいやつ。うん、甘くて美味しいです。子供が好きなやつだ。そうね。子供は。これね、10点中、うん、9点。うまいよ。これ9点。うわあ。美味しい。うん、どんどん上げるね。どんどん上げるけど、多分ね、これちょっとやばいよ。多
これやばいと思う。あ、これも意外と結構ね、なんか魚の匂いすると思うんだよね。どっちがいい？こっちにしようか。そうだね。最後、ベンベンチョ。そうね、甘いものを最後やね。じゃあ、フィッシュスキン行こう。うん。これでもなんかパッケージがね、かわいいね。うさいな。くっせこれ。くっせっさ。マジくさ。くっせこれやばい。これやばい。これね、すごい匂いする。マジ。めっちゃ海鮮の匂いね。やばい。これやばい。これ結構やばい。これえぐい。これえぐいわ。これやばいね。やばい。なんかメダカの水槽の匂いする。うん。匂いやばいから。これちょっと匂いやばいよ。小さい。俺もちっちゃいのに。ダメ。マジでやばい。これ本当にやばい。こんな可愛いパッケージなのに、多分これよりも全然臭いわ多分これ。そうね。絶対そう。そう。でもこれ他はインドネシアのお菓子なんだけど、うん、これ間違いに、これベトナムのお菓子なんですよ。おいあ、でもね、関係なくなってインドネシアのお店で俺出るから、これインドネシアのお菓子と思ったね。そうだと思ってる、ね、インドネシアでも、あるんだから。あるんだ。そう、でも違うマーカーですね。なるほどね。じゃあ、まあ一緒だ。そうね、新しいマーカーなと思ったんだけど、うん、ベトナムだったんですよ。そう、ベトナムぐらいベトナム、メイドインベトナム。だってやばいもんこれ匂い。じゃあ一応いただきます。いただきます。うん、わ、まあ味は美味しいかな。うん、うん、美味しいかな。味は普通。あ、小さいの方がちょっと美味しいと思う。これ大きいなんでしょ。あ、そうか。裏のと白いのは味違う。とりあえず、死ぬぞ。これはやばい。これは本当にやばい。これやばいね。これベトナムのせいです。アイスティー美味しい。アイスティー美味しい。これやばい。これごめん。やばい。これやばい。これやばいわ。これすごいわ。ちょっとこれすごい。これはやばい。なんか、うん、すごいね。うん。これすごいわ。これはなかなか。お酒と合うんじゃない？これは。合わない？香りがね、すごい。もうそのままなんか皮に取ってきたみたいな。なるほどね。俺お酒飲めながら、合うか合わないか分からないね。絶対合わない。このなんか口に体の中がもうこの匂いになるのよ。いや、ここで残ってるの。そうそう、残ってるわ。やばい。インドネシアの人がこういう感じだから、多分日本人とかは結構ね苦手なタイプだと思う。そうね、だってなんだろう、日本のさ魚ってさ食べたことある、うん、もちろんもちろんでしょ、うん、あんま臭くないでしょ。臭くない、うん、中国とか、うん、まあ多分インドネシアもそうかもしれないけど、ちょっとさ臭いじゃん。臭い魚がね、うん、匂いがちょっと強いな。そう、うん、だからちょっと日本の人はねなかなかねちょっと得意ではないと思います。はい、それでは10点中は10点中マイナス1 これ1点まあ、ゼロじゃなくてよかった、うん、なんかでもちょっとねポリって食べた時にはあ、まあいけるかなと思うけど、こう飲み込むんだとね、うん、この辺がもうこのね匂いがね、なるほど、やばいねこれはい、次次ね、ちょっとベンベン行きたいところですけど、これがあるんで、これやばいと。あ、これ、うん、俺も正直に食べたことない。
あ、そうなんだ。そう、カプチャー、もう一緒だ、初めてだ。初めて、初めて。いかんせんね、これね、うん、どっから行けるのかな、これ。切れっか。あ、いけた、いけた。簡単だ。あー、これは普通にいけるよ。あ、これ日本にもありそうなやつ。これもヘルシー系よ。ヘルシー。あら、匂いないな。うん、ないね。これがケルプク。これぐらい。ケルプク。ケルプク。ジェンコ。ジェンコ。そう。これ生ジェンコはめっちゃ臭いです。あ、そうなんだ。そう。食べたら。え、納豆でしょ。納豆じゃない。じゃないの、ジェンコ。ジェンコはなんか、これ写真見せてあげよう。じゃあジェンコは載せときます。インスタート。チェンコ、これ。大きい豆。なんか栗みたいよね。ちょっと違うんだ。臭いんだこれ。臭い臭い臭い。チェンコ。まあこれ、臭くないけど、うん、食べたらなんか仕事、トイレ行くとき臭くなっちゃう。あ、そうなんだ。うん、でもこれは多分臭くならないかもしれないと思うんですけど、うん、これ生チェンコ食べたら。チェンコってこれジャコネコのものだと食べるやつ。違う。いや、あ、じゃあそれ違うか。これは、生ジェンコなんですけど、うん、料理作ってから食べる。あ、生は、インドネシアで食べられない。食べられないんだ、うん、そうなんだ。何かしらく、あれしてね。サム、例えばこれサム、ジェンコ。これ生、違う、料理、ジェンコの料理で、こんな感じ。なんかカレーみたい。あ、臭いんだ。臭い臭い。今度食べてみたい。いやいやいや、インドネシアに行ったらね。だってインドネシア料理でも、のお店でも出してないでしょ。でもシンガポール、インドネ、シンガポールであるインドネシアレストランで売ってる。あ、じゃあ今度行こう。じゃあいただきます。いただきます。ジェンコ、クリピジェンコ。うん、普通に美味しい。普通に美味しいじゃん。これジェンコの味しない？みたいです。普通になんかこれこの瓶の味だね。でなんかちょっとここで似てる。そうね。似てるこの。うん、なんていうのかな。なんかすごい。これお酒に合うよ多分。あ、そうね。美味しいです。うん。これ美味しい。うん。普通に美味しいやつでした。うん。あ。なるほどね。美味しいでしょ。食べたらちょっと臭くなる。あ、本当に。少し、喉ね。あー、うん、ちょっとわかるわかる、うんうん、でもね、なんか後がグッてくる感じが、うんうんうん、あ、これいう感じなんだ。そうね。絶対ダメだな、これ生っていうか、あのジェンコ。ジェンコ、うん、ジェンコ料理ね。あ、来るわ、これ来る。うん、そうね。来るね、後が。でしょ、でしょ。すごい、なんていうんだろう、この香り。これやっぱね、東南アジア特有のなんかありますね。この言語化できないけど、うん、次ベンベン行こう、うん、これは何点？ベンベン、あ、そうだ、これね、これ8点。うわー、8点。ジェンコー8点。ジェンコー8点。じゃあ言ってもらって。ジェンコーエナ、ジェンコーエナ。サヤサヤスカサヤスカジェンコー、サヤスカジェンコー。意味わかる？え、俺ジェンコ好きじゃないよ。わかるよ、わかるよ。サヤスカ好きだよ。でも8点は、8点は好きでしょ。あ、そうだね。そう、好きじゃねえなら、これ1点。1点。サヤスカジェンコ。But not ジェンコ。Always not。確かに、確かに。8点ね。8点。Nilainya 8 di keripik jengkol. Bam bam. Itu bam bam. Bam bam. Bam bam. Ini kan tuh oishi ja. Kan tuh tetap oishi. Choco da mon. Doushou, dalamnya jengkol haitta. Ah, sugoi. Snickers mitai na. So, Snickers. 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 Itadakimasu. Indonesia no Snickers desu. Mmm. Oishi. うん、おいしい、うん、おいしい。で、これにこういうの飲むでしょ。そう、甘いの、甘いの。日本ってさ、甘いのと苦いのとかじゃん、うん、
だよね。そう、バランスがいいよね。そう、インドネシアのめっちゃ重いよね。そうです、甘いの、甘いの、甘い。でも多分日本だけだよね。そうだね。そう、バランスがいい、まあ、日本料理もなんか色とバランスもカロリーもいろいろ考えてるから完璧だね。まあインドネシア、インドネシア美味しいけどね、うん、あれでも俺スニーカーよりこっちの方が好き。あ、本当に、スニーカーちょっとスティッキーだから、うん、これはあまりネバネバじゃない。うん、キャラメルがね。そう、そうよ、うん、スニーカーズは確かにこれの方がちょっとね、食べやすい、食べやすい、うん、食べやすい。スニーカーズ、うんって感じ。うんって感じ。うんって感じ。だよね、だよね。これは、ね、これは、うんって。そう、はい、じゃあまあ最後ね、あの、いただきます。乾杯。乾杯。乾杯ってなんか言うの、インドネシア。覚えてる、前教えてもらった、教えてあげたよ。乾杯、うん、いやごめん、覚えてないわ。ブルスワン、ベルスワン、ブルスワン、ベルスワン、ブル、バル、ス、バルスラン、バルスラン。そう、でも化粧はチースでもいける。うん、じゃあチース。チース。乾杯。乾杯。で、ボトルソースロー。ソースローはマーカーですね。うん、あ、美味しい。美味しい。タピオカとか入れたら美味しいやつだね。合うの、タピオカ。タピオカある、こっちのタピオカ。怖い怖い怖い。甘いね。甘い甘い甘い。でもジャスミンだからいい、すごい香り。あ、2つあるよ、ジャスミンとこれ。うん、あ、これオリジナル。オリジナル、オリジナル。あ、そうなんだ。そう、ジャスミンは、オリケレスだから、これしかないから。あ、じゃあこれね、ジャスミンって多分これ違う、間違ってるね。どうなんだろう。あ、本当だ ね。オリジナルがジャスミンだから。あ、違う、多分2つともジャスミン入ってるけど、これはブラックティー、他はグリーンティー。あ、なるほどね。オッケーオッケーオッケー。かもね。これなんていうの、なんていうのこれ。テテテ、意味わかる。テ、わかんない。テ、な、なんと思う。テテテ、ティー。合ってる。ティーですね。ティー、ティーがテなんだ。ボトルは、テボトル、ボトル。あ、じゃあ、テボトルは、テボトルは、お茶のボトルじゃないの。そう、そうでしょ、お茶のボトルでしょ。そうだね、ペットボトルのお茶。あ、ペットボトルね。そう、ボトル、美味しいね。あ、ペットボトルとテボトルちょっとかけてるね。美味しい、普通に美味しい。はい、これは先は何点。あ、そうだ、これね、これ9点。9点。これ9点。9点。これ9点。で、これは、これはもう10点でしょ。マジ。これ10点。10点。美味しいじゃん。おお、完璧スコアだね。パーフェクト、パーフェクト。日本で甘いお茶ってないから。あ、そっか、そっか、そっか。なかなかないからね。あ、でも、甘いお茶日本人好きなの。日本人、うん、好きだよ。そう。アイスティーとか。あ、そっか、そっか。いいな、若い子好きだよ、若い子。なるほど。はい。で、一番好きなどっち？どちら？一番好きなのはピルス。ピルス、Yes。これは美味しいよ。これ美味しい。日本で、あの、お菓子メーカーの人お願いします。出してください。出してください。これもお願いします。これも、これもね、これも普通に美味しい。普通に美味しい。けどね、これ日本にあるのよ。あ、そう。同じような。本当に？うん。これない。これない。ピルス、これもね、日本で同じようなのもあるかもしれない。そう、これはもうやめてね。これダメ、これダメよ。これはすごい。これ血出るからね。え、これほんと臭いでしょ。これはすごいよ。これすごい。多分これ、ね、さ、入ってるものがね、小麦粉と油と胡椒と食塩しか入ってないから、うん、もう魚が本当に臭いんだから。そうね、そうね、そうね、本当に。そしてこの何の魚かわかんないね、これ。バサ。バサ。多分サバギ。そうね。サバギじゃないだと思った。でも、でも違うよ、ね。そう、見た目はちょっとサバっぽいけどね、これは、皮は。多分ね、皮の魚なんだよね。サバって海じゃん。あ、でも皮の魚そんなに
臭くないと思う。あ、本当に？そう、アユとか、日本の、海の魚に比べてそんなに臭くないでしょ。これアユ大好き。あ、好き？美味しいよね。美味しい、大好き。はい、じゃあまあ今日は、まあ飲み物も合わせるとね、7個なんですけど、食べ比べしてみました。はい、やっぱね、スナックはね、世界共通で美味しいね。美味しい、うん、美味しい、うん、美味しい、美味しい。ただたまにこういうね、フィッシュ系のやつとかはまあちょっと臭いのあるけど、次今度ね、ジェンコを食べてみたいね。オッケーオッケーオッケー、シナコ風で食べましょう。でもね、これもね、本当にね、一応入ってるから、、うん、食べた後、うわってくるね。あー、そうね、そうね、ジェンコの、そうね、そうね、そうね、香りが、そうね、はい。そしてやっぱね、ちょっとね、この辺とかは結構似てました。日本のやつとスニッカーズとか似てましたね。普通にお茶は美味しかったです。はい、今日はですね、お菓子が6種類と、あと飲み物ね、食べ比べと飲み比べ、飲み比べじゃないな、あの、試してみました。はい、非常にね、全部ね、まあちょっとね、魚とかは結構きつかったですけど、あの、それ以外ね、結構普通にね、美味しくいただけたんで、あの、また次回もね、あの、食べ物関連、あの、アンディもね、食食チャンネルっていう食べ物メインのね、そうね、あの、チャンネルやってるんで、はい、何やってんの、どういう感じなの、基本的には。まあ、トラブル、旅行と、うん、グルメなんですよ、うん、旅行メインのはグルメなんだけど、うん、ぜひ、よかったら登録してください。チャンネル登録してください。はい、またね、あの、インドネシア関連で、あの、食べ物関係で一緒にね、あの、動画今後もコラボしていこうかなと思ってるので。そうですね、もちろんジェンコも食べてみます。ジェンコね、今度ね、あの、よかったらまた次の動画も楽しみにしていてください。じゃあまた次の動画で会いましょう。はい、バイバイ。サンバイジュンパ、サンバイジュンパ。